翔平ほど多彩で全方位に強い選手は9です。ドジャースの大谷翔平30は23日、レイズ戦に1番、DH で出場し、5打数2安打1盗塁4打点、40本塁打40盗塁に W リーチをかけた試合で、3回に40盗塁に成功、9回では自身初のサヨナラ満塁本塁打での40号を放って、史上6人目の偉業を史上最速で飾った。同一試合での同時達成も史上初。3対3の同点、9回裏にし満塁で迎えた大谷の第5打席。45,556人の大観衆の大歓声の中、サワンポシェが投じた初球を捉えた。35度の角度で夜空に舞い上がった打球はスタンドに飛び込んだ。記念すべき40号本塁打は自身初のサヨナラ満塁弾、満塁本塁打は自身3本目。ホームインではウォーターシャワーを浴び、鳴りやまぬ場内からの MVP コールには手を振り応え、ヒーローインタビューでは今季2度目の氷水シャワーを浴びた。史上6人目の40-40を出場126試合目で達成。2006年にソリアーノが記録した147試合を大幅に上回り、史上最速で40-40を記録し、同一試合での達成も史上初の快挙。大谷がまたしても歴史にその名を刻んだ。126試合での40盗塁はシーズン50盗塁ペースとなり、本塁打も同様、史上初の50本塁打50盗塁への旅が始まった。さて、大谷選手の史上最速40-40を達成したことについて、米メディアに出演していた MLB のレジェンド投手、ペドロ・マルティネス氏も驚きを隠せませんでした。ペドロ・マルティネスは、MLB 史上最も支配的な右腕投手の一人で、3度のサイ・ヤング賞を受賞しています。1992年にロサンゼルス・ドジャースからメジャーデビューし、その後モントリオール・エクスポズ、ボストン・レッドソックス、ニューヨーク・メッツなどで活躍しました。彼はキャリア通算219勝と3154奪三振を記録し、特に98マイルを超える速球と鋭いチェンジアップは打者にとって脅威でした。8回のオールスター出場や2004年のワールドシリーズ制覇に貢献し、まさに偉大な右腕投手として名を馳せています。そんなペドロ・マルティネスが、大谷翔平の史上最速40本塁打40盗塁達成について、米メディアで触れました。翔平のパフォーマンスには本当に驚かされます。彼はただのパワーヒッターやスピードスターではなく、その両方を兼ね備えた稀有な存在です。シーズン40本塁打40盗塁を達成するということは、彼の卓越した運動能力、野球に対する深い理解、そして絶え間ない努力の賜物です。過去に多くの偉大な選手を見てきましたが、翔平ほど多彩で全方位に強い選手は9です。まず、40本塁打という数字は、彼が持つパワーと技術の証明です。彼のスイングは非常に力強く、同時に精密です。そして、そのパワーを持ちながらも40盗塁を記録するというのは、彼のスピードとベースランニングの知識がいかに優れているかを示しています。翔平はどの塁でも相手投手にプレッシャーをかけることができ、試合の流れを一転させることができます。さらに、翔平はピッチングでも一流の成績を残しています。彼の速球は常に高い速度を維持し、変化球も多彩で打者を翻弄します。投打両方でこのレベルのパフォーマンスを維持するには、並外れた体力と精神力が必要です。翔平のようにピッチャーとしてもバッターとしてもトップクラスであり続ける選手は、野球の歴史においても極めて稀です。彼の活躍は、日本のみならず世界中の野球ファンにとって大きなインスピレーションとなっています。若い選手たちにとっても、夢を追い求める姿勢と努力の重要性を教えてくれる素晴らしいロールモデルです。翔平の存在は、野球というスポーツの未来に対して大きな希望を与えてくれます。私自身も現役時代には数々の挑戦を乗り越えてきましたが、翔平のように複数の役割でこれほどまでに成功を収めることは、想像を超える偉業です。これからも彼の活躍を楽しみにしていますし、彼がどのようにさらなる高みへと上り続けるのかを見守りたいと思います。翔平とアレックスは、どちらも野球界において特別な存在です。彼らが40本塁打40盗塁を達成したという事実は、それぞれの卓越した才能と努力の結果です。しかし、
彼らのアプローチや背景にはいくつかの違いがあります。アレックス・ロドリゲスはそのキャリアを通じて一貫して高いパフォーマンスを維持し、パワーとスピードを兼ね備えた選手として知られていました。彼のバッティングは力強く、ピッチャーに対する圧力は計り知れないものでした。守備でもショートストップとして卓越した技術を持ち、特に若い頃の彼はそのスピードと反応の速さで多くのファンを魅了しました。一方、翔平はその多彩さで際立っています。彼はただのパワーヒッターやスピードスターではなく、ピッチングでも一流の成績を残しています。彼の速球は常に高い速度を維持し、変化球も多彩で打者を翻弄します。投打両方でこのレベルのパフォーマンスを維持するには並外れた体力と精神力が必要です。翔平のようにピッチャーとしてもバッターとしてもトップクラスであり続ける選手は野球の歴史においても極めて稀です。アレックスと翔平の比較において特筆すべきは彼らの役割の違いです。アレックスはフィールドプレイヤーとしてその才能を最大限に発揮しましたが、翔平はそれに加えて投手としても一流です。この二重の役割をこなすことは現代のプロ野球においても非常に稀なことです。翔平の身体的な耐久力と精神的な強さは彼がこの両方の役割を果たすために必要不可欠な要素です。また翔平の成功は日本だけでなく世界中の若い野球選手たちにとって大きなインスピレーションとなっています。彼の存在は夢を追い求める姿勢と努力の重要性を教えてくれる素晴らしいロールモデルです。アレックスもそのキャリアを通じて多くの若手選手に影響を与えましたが、翔平の多彩さは新しい次元のインスピレーションを提供しています。総じて言えば翔平とアレックスはそれぞれ異なる時代と背景で活躍しながらも野球界に多大な影響を与え続けています。彼らの偉業はそれぞれの時代と役割において特別な意味を持ち、野球史に永遠に刻まれることでしょう。翔平、君が来季に向けて投手と打者の二刀流で復活する決意を固めたことに心から敬意を表します。それは並大抵の挑戦ではありませんが、君ならば成し遂げられると確信しています。ただそのためにはいくつかの重要なポイントを心に留めておいてほしい。まず体の管理が最優先です。君は投手としても打者としてもトップレベルのパフォーマンスを求められますが、そのためには体のコンディションを常に最良の状態に保つ必要があります。特に投手としての復帰には肩と肘のケアが欠かせません。適切なリハビリとトレーニングを怠らず、必要な休息も確保することが大切です。無理をして怪我を再発させてしまっては元も子もありません。次にメンタルの強さです。二刀流は肉体的な負担だけでなく精神的な負担も大きいです。試合ごとに異なる役割を果たすため集中力を保ち続けることが求められます。プレッシャーや疲労に負けず、自分のメンタルをしっかりとコントロールする術を身につけてください。マインドフルネスやメンタルトレーニングを取り入れることも一つの方法です。またチームメイトやコーチとのコミュニケーションも重要です。君の役割はチーム全体の戦略に大きく影響します。自分の状態や感覚を正確に伝えることで適切なサポートを受けることができます。特にピッチングとバッティングのスケジュール管理については綿密な計画が必要です。技術面では投手としてのフォームと打者としてのスイングをそれぞれ最適化することが求められます。投手としての復帰に際してフォームの見直しや新しい技術の習得が必要になるかもしれません。打者としても相手投手の研究を怠らず常に進化を続けることが重要です。双方のバランスを取るために専門のコーチやアナリストと密に連携を取ることをお勧めします。最後に楽しむことを忘れずに、君の二刀流は多くのファンに夢と希望を与えています。そのプレーを見ることがどれだけ多くの人々に喜びをもたらしているかを忘れないでください。翔平、君の挑戦は簡単なものではないでしょう。しかし君にはそれを乗り越えるだけの才能と努力、そして意志の強さがあります。君の未来にはまだまだ多くの栄光が待っていると確信しています。